藤原忠実は、平安時代後期から末期にかけての苦行。藤原北家、関白、藤原市通の長男。官位は、十一位、摂政、関白、大乗大臣、純三宮。日記、都の歴の著者。関白、指導理とより流の県大納言、藤原春家の娘である政子との間の着男として、上略二年に生まれる。しかし指導理は、 藤原信長の幼女である信子を正室にして、母雅子と離縁する。これは、寄り道流と乗り道流による、石関家内部の長年の対立に終止符を打つ、ものだったが、この恨みを、雅子は、生涯忘れず、父、春家の画像を描かせて礼拝し、死通を呪ったという。忠実は母、雅子を尊重する一方で、義母、信子の不養を拒み、そのため彼女は、 小記と、揶揄されるほどの経済的困窮に陥ったという。映画物語の続編の最後は、当時15歳で中納言となった忠実が、奈良の春日大社で春日祭りを主催して帰京する場面で締めくくられ、忠実のもとで、接管家が、再び交流する期待感を持って終わっている。しかし、現実にはこうは元年に、父の死痛が急死した際、22歳で、 現代ナゴンの忠実は、最年少で摂政となった、祖祖父、寄り道の26歳という年齢を大きく、下回っていたことに加え、まだ大臣に任官されていなかったことにより、関白には認じられず内乱に留まった。また、すでに引退していた、祖父、諸真にも忠実を支える余力はなかった。ただし、内乱であっても過去には、藤原時平や道長のように石官同様の、 実験を振るった例もあり、忠実にも挽回の可能性が残されていたが、源義地下の乱行や東大寺層の赤げさ、着用問題では、自らの判断を下すことができず、政治的未熟をさらけ出した。致命的であったのは、河は四年に大衆に対する取締りの不徹底を理由に、白川法王が忠実のおじである、幸福寺別島、革新を解任しようとした際、 これを取りなそうとして、帰って法王の怒りを買ってしまい、8月1日に法王から政務関与への拒絶を通告された事件であった。こうした一連の事件のために、石管家は完全に陰性の風下もに立つことになり、忠実は石管家の映画を再び取り戻すという夢を生涯かけて追求することになる。忠実の最初の室は、源の年房の娘。 秀子だったが、この創生により婚姻関係は消滅してしまう。その後に性質となった、源の秋草の娘、死は忠実より8歳年長で、すでに白川法王の子、里志法法親王を産んでいた。今鏡によると、死死に一目惚れした忠実が、祖母の霊子に頼み、法王から譲り受けたとする。公は2年に、右大臣となり、長治2年に、 堀川天皇の関白に認じられる。過剰二年、忠実と石棺家にとって最大の危機が、蕎麦天皇の戦争と共に起こった。蕎麦天皇の戦争に尽力した、藤原金座根が天皇の外籍であることを理由に、摂政の地位を望んだのである。白川法王も一時迷うが、院長別当、源、俊明の反対でその望みは知りけられ、忠実は辛くも、 石関の地位を保持することができた。もっとも、金座根の官員流には忠実の未同流に比べて、苦行の数が少なく、また石関に必要とされる古実が伝わっていなかったこと。そして、大乗天皇は当時の慣例で代理に立ち入ることができなかったため、法王は忠実に対して石関の仕事だけではなく自らの意向をくめる天皇とのパイプ役を期待していたと考えられている。 過剰三年正月の樹目は、平正盛が最下凡でやりながら、第一国である田島国の受領となるなど、法王の謹慎が多く受領に認じられたが、この樹目を主催したのは、他ならぬ忠実であり、法王への従属は、決定的なものとなっていた。永久元年には再び関白に転じるが、立場の弱さは相変わらずで、永久の豪祖では、富士市長者として、 幸福寺の説得を試みるが効果はなく、防御に向かった北面武士が上落を目指す幸福寺大衆と衝突して流血の惨事が起こるといった失態が続いた。事態打開のため、各地に石関家領荘園を形成して、経済基盤の立て直しを図るが、法王の警戒を招き荘園の拡大は抑制される。この頃、法王により、長男、忠道と、 藤原金山への娘、秋子の婚姻の話が持ち上がるが、秋子の素行に噂があったことや、忠実が、官員流を心よく思っていなかったこともあって、破談になっていた。同時期、忠実は娘、君子を、蕎麦天皇に受代させるよう、法王に勧められるが固辞している。ところが、永久5年、秋子は、蕎麦天皇に受代する。衝撃を受けた忠実は、 とば天皇の希望もあって、保安元年、君子を受大させようと工作を始めた。だが、以前受大の進めを断りながら、とば天皇の希望を受けて、再度受大させようとしたことに、法王は激怒し、直ちに忠実の内乱は停止された。内乱は天皇に創造される文書を見る職務であり、この職務を剥奪されることは事実上の関次郎を、罷免されることに等しかった。 驚いて駆けつけてきた中身門胸忠に忠実はただ運が尽きたと語った。この時、法王は忠実のおじ、加山のいい家忠を関白にするつもりだったが、藤原健隆氏の反対により、翌保安二年、忠道が関白となる。この後、忠実は宇治で十年に及ぶ謹慎を余儀なくされる。なお、次男、り長が生まれたのは、この謹慎中のことである。 大治四年に、白川法皇が崩御、賭場院政が始まると忠実は政界に復帰を果たし、天正二年再び内乱の戦時を得る。また、白川法皇の遺言に反して、長生元年忠実は、自らの娘、君子を賭場上皇の人し、異例の措置で皇后となり、さらに陰号宣言を受けて、かやいとなる。忠実は、前回の失脚の反省からか、賭上皇の長妃、 藤原徳子や長身、藤原家成とも信仰を深めて石棺家の勢力回復に努めた。しかしながら忠実が再び内乱となり、政務を取る一方で名ばかりとなってしまったとはいえ忠道にも関白としての教持があり、不死の関係は次第に悪化してゆく。忠道に男子が生まれないことを危惧した忠実は忠道により長を養子にするように進め、 現時2年に頼長は、忠道の養子となった。しかし、工事2年に、忠道に、実施、元ザネが生まれると、石棺の地位を、自らの子孫に継承させようと望んだ忠道は、頼長との縁組を破棄する。さらに、旧安6年正月、頼長が、幼女、多志を、この下天皇に受胎させると、忠道も、幼女、しめ子を受胎させて、頼長に対抗した。 忠実は忠道に対し摂政職をより長に譲る。要要求するも忠道が拒否したため、旧安六年九月、激怒した忠実は、摂棺家の制定である東三条殿や宝物の、四季大盤を接収し、市長者の地位を剥奪して、より長に与え、忠道を偽絶した。二平元年には忠実の尽力により、より長は内乱の戦時を受け、 関白と内乱が並立するという異常事態となった。忠実は、蕎麦法王と良好な関係を保っていた一方で、忠道も美腹門院の信任を受けていたこともあり、蕎麦法王は、忠実と忠道の和解を望み、忠道とより長の片方に肩入れするようなことを避けてきた。しかし、92年、この上天皇が来なく崩御し、忠道のオスマサヒと新王が即位。 すると、より長は、この絵天皇を図書した疑いをかけられ、鳥羽法王の信任を失い、再び内乱宣言を受けることなく失脚してしまう。忠実は、パイプ役である、かやいんの取りなしで法王の怒りを解こうとするが、かやいんの死去で失敗に終わった。法元元年7月2日、鳥羽法王が崩御すると事態は急変する。7月5日、上皇不動心して、軍を発し、 国家を傾け立て祭らんと欲すという風文に対応するため、ケビー氏が召集されて、京中の武士の動きを停止する措置が取られた。法王の初7日の7月8日には、忠実、頼長が、荘園から訓病を集めることを停止する、後白川天皇のご教書が、諸国に下されると同時に、倉人、高の春勢と、源義朝の随病が東三条殿に、 乱入して、邸宅を木管するに至った。木管は、無本人に対する財産没収の刑であり、より長に、無本の罪がかけられたことを意味する。忠実、より長は追い詰められ、もはや兵を挙げて、局面を打開する以外に道はなくなった。無本人の落印を押されたより長は、ストック上皇とともに、白川北殿に立てこもるが、天皇方の野衆により敗北する。 よりの敗北を知った忠実は、宇治から南都に逃れた。重傷を負ったよりは、忠実に対面を望むが、よりに連座して罪人になることを避けるため忠実は、苦渋の末これを拒み、よりは、失意のうちに死去。15日、南都の忠実からただ道に書状が届き、朝廷に提出された。石管家の事実上の総帥だった。 忠実の管理する所領は膨大なものであり、没収されることになれば、石管家の財政基盤は崩壊の危機に瀕するため、ただ道は父の赦面を申し入れたと思われる。しかし忠実は当初からより長と並んで無本の長本人と名指しされており、朝廷は罪人と認識していた。十七日の諸国仕当て臨時では、忠実頼長の所領を木棺すること、 苦業以外の預かり所を開役して国史の管理にすることが18日のただ道宛臨時では宇治の所領と平等院を忠実から木管することが命じられている。20日になって忠実からただ道に本来はただみちだったが義絶の際に忠実が取り上げた所領と火薬飲料100よその荘園目録が送られる。石管家料荘園は 忠実から忠道に譲渡する手続きを取ることで、かろうじて没収を免れることができた。方言物語には忠実の断罪を主張する、親税に対して忠道が激しく抵抗したという、逸話があり、石管家の弱体化を目論む親税と、権益を主出しようとする忠道の間で、せめぎ合いがあった様子が伺われる。日、大天皇並びに前、左大臣に同意し、 国家を、決めたて祭らんと保守として、より長の子息や藤原のりながらの貴族、源、ためよし、平らただ内広白の武士に、罪名の戦時が下った。忠実は、高例とた道の本奏もあって、罪名宣言を免れるが、落北地即院に、遊兵のみとなった。この乱で、石棺家は、武士、悪奏の預かり初回駅で、 小園管理のための武力組織を解体され、より長領の木簡や市長者の戦時による任命など、所要や人事についても天皇に決定権を握られることになる。自立性を失った摂管家の勢力は大幅に後退し、忠実の摂管家の映画を再び取り戻すという夢は叶わずに終わった。晩年の忠実のもとにただ道の後継者となった孫の元ザが訪れて、 古術を語り合っているが、忠道は父を恨んで中院の法要すら行わなかったとされる。こういった経緯のためか、忠道の六尾の金金根は文字年間になって、先の戦乱は忠実を含めた方言の乱の音量が起こしたいのではないかと推測し、忠道の十一難事演は著書。 区間賞の中で、祖父である忠実が死後に怨霊となって、自分たちにたたりをなしていると記述している。辞縁の記述は、金根の子である九条領通、吉爪兄弟が相次いで病死した文治以降の状況を反映していると考えられている。このため、吉爪の子である道家は、寛義三年になって、石管家として、 初めて忠実の北華八甲を大規模に取り行って、以後高齢化させている。道長、寄り道の時代までに拡大した石関計量は、御三条天皇による円期の荘園整理や、代々の親族への分割譲渡により縮小してきて、いたが、忠実は石関化の再興のために石関計量の復興を行っている。寄り道の所領は、性室の高姫女王、 着男の諸尾ザネ、娘の弘子にそれぞれ分割状とされていたが、忠実はこれをすべて相続。加えて忠実は母、藤原雅子、祖母、源、玲子の書量も相続した。忠実は自ら相続したこれらの書量を合わせて、殿下渡し料とは別の接棺家の不分割計量とした。また忠実は、ここ小園の拡大も行った。代表的な例として、 平末元が開発し、より道の時代に、石棺家に寄進した島図層がある。これは、当初数百丁部しかない小規模なものであったが、忠実の代になって、大隅国に、約千五百丁部の新たなで作地を獲得している。また、前述のように忠実は忠だ道に、石棺の地位を譲った後も広大な所領を引き続き、保有しており、後に、宇治電量は忠道に与えた。 京国伝領と娘のヤインに与えたヤイン領に分けられたが、預かり者の部人などは引き続き忠実が言った。さらに前者に関しては、二平年間にただ道を偽絶した際に食い返しを行って、より長に与え、後者はヤイン没後は回収するなど、依然として忠実が実質上の所有者であり続けた。この状況は、方言の乱語に、 宇治電量すべてをただ道に譲渡するまで続いた。こうした努力により忠実は豊富な財力を手にし、その邸宅は不可伝と呼ばれた。ありがとうございます。